Trevor had his season high last year against the Lakers, 26. Stevenson looking for a cutter. McGee will move back about 10 feet. いや、これはね、で本当に見ていただきたい。クズマはね、本当に素晴らしい選手なので。はいはい、去年やっぱすごい、去年、一昨年か。レブロン来てから、すごいネタにされてるイメージあるんですけど、こう、クズマはダメキャラとして。ああ、確かに。その時期ありましたね。まあ、勝ててなかったですけど、1、2年目の結構グイグイにやってた時期は、本当、ね、バックドアがとにかくうまい、この人は。はい、バックドアというか、もうカッティング全般うまくて、やっぱり、合わせが。なんか、バックドアはまあ、相手の背中側ですけど、まあ、それこそフロントカットもできるし、あとテレサ的なやつもできるし、相手の位置を見てっていうのもできるんで、これなんかレブロンのパス全部そうなんですけど、レブロンもね、これ相手が、クズマのマークマンが、守れない位置に入ってるのも見逃さずスパッとパス通すんでね。これがすごい。これとか。ここっすよね。これ。この瞬間。あ、いいですか？止めてますか？あ、今止めてます。これ。お尻の下バウンドさせるイメージの、はい、このパスすごいんですよね。見てなかったらフリーっていう。ここに通、いや、このパス結構取るの難しいんですよ、実際やっぱ。見えないからボール。わかります。僕もめちゃめちゃ体験してるんですけど、こんだけバックカット発信してますけど、ね、取れないですからね、はい、ここ出されると。そうなんですよ。これね、ただでさえ見づらくて取りにくいのに、パス出してんのレブロンですかね、これ。むちゃくちゃ弾丸パス来て、これを一発で取ってレイアップにスムーズに持ち込むって、これがいかに難しいことかっていう。なんかこういうなんていうかその役割的に 3&D とか、はい、まあいろいろその呼び方あって、はい、今増えてると思うんですけど、はい、まあ 3&カッターみたいな選手がチームにいるだけで全然違いますよね。はい、レベル高いゲームで活躍したかったら、まあ、まず 3&D は大前提だと思うんですけど、はいはい、そこからまあカッティングできたりするといいですよね。しかもシュートない人とか特にカッティングできないと、ロバーソンっているじゃないですか。はいはいはい。ロバーソンとかそんな感じじゃないですか。あいつ 3&D、違うな、3じゃないが、C&D みたいな感じじゃないですか。確かに、確かに。でもなんか、それのなんか選択肢を、結構やっぱ、はい、僕らもそのバックカットあんま教わってなかったっていう経験もありますし、はい、なんか、見落とされがちだと思うんで、はい。まあ、3&C か。3&D、はい、C。広めたいですね。3&D だとディフェンスできないです、うん、あ、そうか、ディフェンス大事だ。D、まあいいや、なんでもいいや。C を使いたいです。カッターを。3と C と D ができれば、もう結構なんで、うん、いい選手です。本当に。ですね。まあ、それを、なんかね、すごい、クーズマ。なんか、クーズマやっぱこういうプレーしてること自体、僕も知らなかったんですけど、りょうたさんのツイートで、はい、なるほど、はい、思ったし、多分このあたりからバックカット、はい、リョータさんって発信する人なんだみたいな、はい、印象があったかもしれないです。はい、で僕もなんか今ほどバックカットが腑に落ちなかったんで、はい、その、はい、まあ、大事というか腑に落ち、はい、知ってはいたし、プリンスオフェンスでやってはいたんですけど、はい、なんかあの当時はやっぱプリンストンって感じで、まあ、それはそれで今もやってるんですけど、なんかバックカットってよりはプリンストンだったんですよね。なるほど。あんまりね、焦点を当ててないというか、プリンストンの流れの中の一つ。そうですね。みたいな感じですかね、はい。はい。だけどなんか今はもうバックカットがもうレイアップレベルの基礎だというか、必須スキルというか、だと思ってるんで、うん、はい。いやこのツイートはなんか懐かしくもあり、今見てもやっぱ、学びになるなっていうのが、りょうたさんのツイートで面白いですね。これね、我ながら本当に学びになると思うんですよ。僕もあれ、たまに見直して、あ、クズマの方がって思うんで。いやー、素晴らしいですね。なんか本当に、はい、なんか辞書みたいな感じになってるんで、ツイッターが。
クズマがウォーリアーズに3連発決めたやつありますかね。あ、多分上にさすがのリョータさんは紐付けているんじゃないでしょうか。はい、紐付けてます。あっちがね、結構暗殺感強くて僕は好きなんですよね。あ、てかこれ回数分がいいですね、まずね。動画は